じゃあ解きますよ。高松市の専門学校穴吹動物介護カレッジの講師から指導を受けているのは農業経営高校動物科学科の2年生19人です。生徒は日頃から牛や豚などの家畜の飼育管理のほか犬やウサギなどのペットの飼育や活用方法についても学んでいます。今日はトリマーの資格を持つ専門学校の講師からまずブラシを使って優しく犬の毛並みを揃える方法を教わりました。必ずのことを押さえておいてください。続いて専用の爪切りを使って犬の後ろ足の爪切りにチャレンジしていました。犬と親しくなった生徒たち、これからはトレーナーの体験を行います。これは基本的なトレーニングの一つで犬と心を通わせることが大切です。他人に迷惑をかけないよう自分の左側に犬を連れて一緒に歩く訓練も体験しました。こう見かけに結構反応良かったですね。相手も動物なんでやっぱちょっと自分も誠心誠意こうできたらなって。